オートバイレースの花形 F1 クラス。 F1 レースとは 750cc のオートバイを改造し、極限まで性能を高めてスピードを競い合うレースです。3月10日、三重県鈴鹿市でこの F1 クラスの全日本選手権第一戦が行われました。優勝候補に挙げられているのが3番と50番、2台のオートバイで参加する吉村チームです。どういうあれだよ。だから3周そのフリー走行があって、吉村秀夫さん61歳。エンジンの性能をピアノを調律するように高めていく技は世界一と言われ、オートバイレース界の神様と言われています。そして吉村チームの隣が最大のライバル森脇チーム。オートバイは1番と46番、去年の F1 レースで優勝しています。このチームを率いるのが森脇守さん41歳、そして奥さんの奈美子さん。実はこの奈美子さんは吉村さんの長女なのです。つまりこのレースでは親子が優勝を争うのです。受け取りましたゼッケン1番、昨年の TTF1 のチャンピオンでもあります。昨日のタイムが1分24秒63、マシンがホンダ CBX750、レースはオートバイの性能だけでなく乗り手の技術にも大きく影響されます。この日優勝を争う吉村森脇チームを脅かす存在となったのが、オーストラリア人のワインガードナーが乗る大手メーカーの車でした。50番、辻本聡選手、昨日のタイムは2分28秒16でした。宮城光選手、昨年は国際B級のチャンピオンでした。今シーズンは A 級に昇格をいたしまして、今日2列目からのスタートになります。1番向こう、3番北翔介選手、タイムは2分30秒13です。神奈川県に住む吉村さんが娘夫婦のいる鈴鹿に乗り込んできたのはレースの3日前。今回はオートバイの調整が遅れ、ギリギリの鈴鹿入りです。少年時代、飛行機乗りに憧れていた吉村さんは航空機関士になり、アジアの空を飛び回りました。しかし敗戦と同時に空への夢は断ち切られました。機械好きの吉村さんは飛行機をオートバイに切り替えて、そのエンジンの改造に命を懸けることになったのです。ちょうどその頃、その国産のオートバイね、そういうのがあのメーカーが100何社かあって、町に一時に昭和27、8年ぐらいだったと思うんですが、現れてきたんですね。あんだこれだと俺も商売できんじゃないかというような気になりましてね。エンジンだったらおもちゃみたいなもんじゃないかと、まあ飛行機のエンジンから見ましてね。それでまあもう我々はその終戦と同時、そのスピードに対する憧れというのをもうピシャッと切られてしまったんですよね。これがもしかするとそのスピード感を満足させてくれるんじゃないかっていうような気持ちと、あのエンジンがこれくらいはもう大丈夫だっていう2つの面からね、オートバイに入ったんです。車と取り組んで30年、小さな町工場から生まれた吉村さんのエンジンは大手メーカーを抑える数々の戦績を残してきました。
吉村さんが鈴鹿でレースに参加するとき泊まるのはいつも娘夫婦の住む森脇家です。久しぶりだね。可愛くなったでしょ。何時頃までやってんの？毎日、うん、1時、2時、お姉さん電話かかります。この2週間新しい子供は今お風呂入ってる。ああ職務内したんか。おい、じいちゃんに来てみ。ほら、じいちゃんも出てじいちゃん来てみ。ほら、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 よいしょ。はい、やった、来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 た、久しぶりだ。レーススタート前、それぞれのオートバイはコースを一周してウォーミングアップと観客への顔見せを行います。アクシデントが起こりました。すでに直線コースで接触、2台の選手が接触いたしました。オートバイのレースは危険と隣り合わせです。エンジンの調子、ライダーの技術が信頼できるとしても、いついかなる事故が起きるか分かりません。本番を控えて2人のチームリーダーの頭の中にはレース中に起きるさまざまな場面がよぎります。16年前、吉村さんは四輪車のエンジン改造にかけていました。奈美子さんは結婚前でした。主人吉村秀夫47歳、小さな町工場の親父さんである。23秒。長女奈美子、次女由美子、吉村工場のエースはゼッケン07、手製のエンジンは 800cc、 出場者中最も安い車である。長女の奈美子は22歳、父の良き助手である。東京都下にある吉村工場は主人の下に5人の工員、レース専門の個人企業としては日本の草分けである。奈美子、 N6 のカム、そう、 N3 2本。父は整理が苦手で金銭音痴、エンジンのこと以外は全く関心がない。だから工場管理は長女奈美子の役目となり、部品の整理、客との応対、売掛金の取り立て、いずれも父は決してやろうとしない。今日明珍さんさ、また払ってくれないのよ。なこと言ったってうちの商売じゃん。私ばっかり言ってもいつも、嫌な顔ばっかりされるからね、もうまた困るの。だけどもうお前それやってくれよ。お前現金でね、取引した方がもうずっといいんだけどね。うん、だから今一生懸命潰れないような、よく走るようなエンジン、今はね、潰れない、一生懸命やってんだよそれを。だけどやっぱり私たちが思ってることも聞いてもらわないとね、困るの本当に。もういつまでやっても同じことばっかり言ってるんだもんね。商売してるからある程度商売やけど、商売も考えてもらうとね、あんまりもう せっかくね、俺こんなにくつろいでるのに
たまにやねえか。な、考えてんのに余計なこと言うな。エンジンだけに夢中になって妻や娘たちを悩ませた吉村さんも、孫に出会うと一人のおじいさんになってしまうのです。台風の時にそうすね、九州のさんパチンコ行ってて迎え合ったのね。こいつは帰ってこなかったです。そう、まあ家は壊れやせん、壊れせんか大丈夫って言って、うん、そうそう涙流してこの家を、うん、家のほら日和ってたし、そう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 、玄関とかすごい風で涙だった。どうした親だから、親からも、そうそう、どうした親からですね思った三日三晩ね、徹夜し、あの、徹夜花札とかやってます。ものすごい悪い親だった。本当やね、悪い親全然帰ってこなかったもん、3日ぐらいね。何かおじいちゃんかわからない。ああ早く面倒前入れるよいや、なんかいいね深井。うまいうまい。頭がちょっと形がちょっと上上がりすぎた。オートバイというと暴走族とかそういうイメージがありますけども、あの、ま、これは全くの大人の勝負なんだ、でその子どもの遊びではないんだと、それをすごく言いますね。だから、まあ、そのために父が今ずっとこの、そうですね、私が小学校の頃からずっとレースをやってきてるわけなんです、ね、小学校前からやってると思うんですよね。だから父がそのレースに臨んでるっていうのは真剣勝負のあれがあるんですね。午前10時、予選を通過した30台がスタートします。このレースは1周およそ6キロのコースを15周します。1周する時間は2分20秒から30秒です。メインスタンド前の直線では時速250キロ以上のスピードで通過していきます。オートバイレースにはこの他に8時間あるいは24時間という耐久レースがあります。それをマラソンに例えると今日のレースはいわば100メートル競争、スピードが何よりも要求されるレースなのです。レースが始まればオートバイは吉村森脇さんの手を離れます。タイムを測り、走り抜けるオートバイのエンジン音を聞き分けて調子の良し悪しをチェックします。2周目に入って森脇チームのゼッケン1番八代がトップに躍り出ました。オートバイに乗るのが好きだった奈美子さんの夫森脇さんがレースの世界に入ったのは20年前、22歳の時でした。吉村さんの下で優秀なライダーとして働いていた森脇さんは昭和45年、吉村さんの長女奈美子さんと結ばれました。
ろんな方がうちにはいらしてましたけど、シーンだけは変わってたんでしょうね。何しろおとなしくて、一日に何回話すかなと思うような人でしたね。今とは全然違いますけど、今はやはり自分に自信がありますからね。相当はっきり物事を言いますし、やけど以前は、話しかけてもニコッと笑うような人で、自分の意思というのはあまり言わない人でしたね。すごくこう内気な人でした。森脇さんはライダーとして日本一になったこともあります。しかしエンジンにかける父吉村の仕事ぶりを見ているうちに、自分も速いオートバイを作ろうとライダーを辞めてこの仕事に入ったのです。森脇さんはエンジンだけでなくフレームも自ら作り、エンジンの吉村に対しフレームの森脇とも呼ばれています。去年のと見た感じはほとんど一緒なんですよね。ところが厳密に言うと全く違うんですよ。大体このフレームのこの形状は手でいくんでないと絶対できないんですよ。この形状にしようと思うと三次元方向にこうひねってるもんで、機械だとこうまっすぐにあそこまでピュッと下までピボットのところに持っていくんですけど、こいつはこうあそこでライダーが足をピュッと入れた時に狭められるようにへこめてあるんですよ。メーカーの車はなってる車ないはずですよ。だから理屈で分かってても実際にできない場合が多いから、それをコツコツ一つずつ食いつぶしていくっていうのがレースやってる楽しみですね。レース前日、吉村チームは最後の調整を行っていました。今回の吉村さんのオートバイには世界中が注目している超軽量の油冷式エンジンが搭載されています。マシンの完成はほんの2ヶ月前。その後吉村さんは調整に全力を挙げこのレースに臨みました。もちろん親父ははっきりしても俺はエンジンだっていうことでやってるし、それでいいと思うんですよね。で僕の場合はそのエンジンはもちろん集中的にチューニングしてやってるんですけど、ある程度の安定というものが出てきたら、もっとそれを極度にチューニングするのなしに、今度はそれに対する労力よりも他の分野の方でまた補えるところがないかということで探していくわけなんですよ。それで、車体関係、フレームっていうことになっちゃうんですけどね。結局レースっていうのはトータル的なもんだから、どこか一箇所がグッと伸びてもダメだし、どっか一箇所が欠けてもダメだし、だから全部がうまくいって初めてある程度いいところに行くんですよね。ベストにはいかないかもわからない。私はそう、このマシンで勝てないっていうことはないと思うんですね。ただ森脇はここの地元ですからね、ここでやるのは非常に有利なんですよ。ライダーもその完全にここをマスターしてますしね。ですから本当にレースで勝つっていうことになると、うちは別の集団取った方がいいかも。相互バランス、写真にも。ところがあんまり写真にとかそういう総合性能とかなんとかいうのはそれも大事ですけど、そっちに踏み込んじゃうとね、うちの行く道がなくなっちゃう。あくまでもエンジンを前面に押し出して、エンジンの性能は吉村だっていうその評価をずっと、下がらないようにやっていくのがうちの。レース中、またアクシデントが起こりました。え、誰こけた？ワインかな？ガードナーか。え、いや、ガードナー行ってる。辻元行ったやろ。あれ、今の辻元やろ。ハッチャ行った？ハッチ行った。と、一歩ずつ姿を消しました。ハッチャ行ったね。昨年の世界ランキング第7位。吉村森脇チームは、この事故には巻き込まれずに済みました。レースは続きます。Happy birthday to you. Happy
レースの前日3月9日その日は孫の直美ちゃんの誕生日でした。直美ハッピーバースデートゥーユー。直美ちゃん吹きなさい。バー吹けない音だけだよ。ないない。お皿ここは何。いや、じゃあ食べてあげて。でもあんまり変わってますね。落ちるよ。落ちても。のりちゃん転んだんだよ。何かしなさい。半分で宮城のりちゃん肩の上を。あれ、ごめんと時間帯が反対やったらね。孫の誕生日といえども話の中心は明日のレースです。エンジンの調整には全力を期したもののレースは思わぬ展開を見せることもあるのです。レース当日3月10日の早朝、全国からオートバイのファンが集まってきました。7時半の開門の時にはすでに8000人、レース開始直前には8万人の大観衆です。おはよう。おはよう。今日マラソン大会なので見てた。そう？どうぞ。全然知らんかった。足長くでもまた痛くなる。そうだね。ちょっと足長くなる。いいわ。全部帽子取る。あ、帽子取るにあったわ。はい。あ、じゃあ貸しなさでしょ。下が濡れてるからね。あんまいいタイムは出ないけど、さあおじいちゃんの車とお父さんの車どっちが勝つかな。おじいちゃん聞いてるな。おじいちゃん。あんたどっちが勝つかな。さあおじいちゃん自分の車自信てんが。もちろんおじいちゃんの車だ。どう無理しようとバーンってやるから、こけるからダメだよ。あんまり無理させない。レース3周目、ワインガードナーが森脇チームの八代を抜いてトップに出ました。ガードナーは森脇さんがオーストラリアで見つけて育て上げたライダーですが、現在は大手メーカーの契約選手となり世界のトップライダーとして活躍しています。ガードナーを追う2番手は森脇チームの八代、次いで吉村チームの辻本、4番手は森脇チームの、そして5番目は森脇チームの宮野。吉村森脇のライダーも必死に追いすがりますが、トップのガードナーを捉えることはできません。森脇さんは
4、5周目にトップを走っているオートバイが優勝すると予想していました。しかしガードナーのトップは続き、森脇吉村チームにとって不利な展開となってきました。最後の1周、森脇チームのゼッケン1番八代が猛烈な追い上げを見せて、その差1秒に縮めました。逆転なるか。最後の最後、盛り上がりを見せます F1 クラスのトップ争いであります。01番のガードナーか、はたまた1番のヤットか、共にオーストラリアの3チームで一緒に走った中であります。さて最終コーナーから先頭が戻ってまいります。11番はインカードマンが戻り、01番はインカードマンが優勝となりました。左手を挙げまして今セッターファークを受けました。まあ最初にしたら上出来だ。レースの結果は優勝、大手メーカーの車に乗るワインガードナー、森脇チームは2位と5位、吉村チームは3位と4位でした。優勝は逃したものの、親子のチームは上位を独占しました。父はその私以前父と夫というあれ書いたことがあるんですけど、父はエンジンなんですね。エンジンそのものだと思います。すごく動いてるグーっていう音がするんですね。今でも年取っててもそんな感じがするんです。車がその自分の横にないと落ち着かない人ですね。父は。主人は遠くにあって人に任せてても自分の車だと分かればそれで自己満足なんです。主人はすごく静なんですね。じーっとしてるタイプで、その時期を待つっていうんですよ。だからその父と主人とは全く違う性格なような気がしますね。でも全く同じかもしれないと思うんですよ。F1 の全日本選手権レースは今年の10月まであと8試合残されています。エンジンの吉村秀夫、フレームの森脇守、ナミコ夫婦、オートバイに人生をかける親子の戦いはまだ始まったばかりです。